はい、皆さんこんにちは。今日は iPad でアニメーションを作るやり方を紹介していきたいと思います。こういう感じのね、かわいいあのパラパラ漫画みたいなアニメーションの作り方を紹介していきます。で、 iPad でアニメーションを作るアプリはですね、実は結構あって、まあ、すごい難しいものからめちゃくちゃ簡単なものまであるんですけど、今日はですね、その中でもすごい簡単なものを1個ピックアップして紹介していきます。で、今日紹介するのがこのフリッパクリップアニメーションっていうアプリになります。で、このアプリですね、なんと無料です。あの、誰でも使うことができるので、この動画見てね、やってみたいと思ったらぜひね、その場でダウンロードしてみてください。で、私がこのアプリのすごい好きなとこはですね、あの UI がめちゃくちゃシンプルで分かりやすいんですね。で、アニメーションを作るアプリって結構複雑でややこしかったりするんですけど、そういうのがなくてすごいシンプルなので、誰でも簡単にあの取り掛かれると思います。で、今日作る、アニメーションなんですけど、この土星のアニメーションを作っていきたいと思います。この土星の輪っかのね、周りを光がくる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 回ってるようなアニメーションを作っていきます。結構ね、あの複雑そうに見えて、もう誰でも作れちゃうので、ぜひね、試してみてください。はい、じゃあ早速フリッパクリップのアプリ立ち上げていきます。で、立ち上げるとですね、初めこんな画面になってるんですけど、一番初めプロジェクトをスタートするときはこの右下のプラスボタンから始めていきます。で、ここを押すとですね、一番最初プロジェクトの名前と、あとは背景の色ですね。で、あとこのキャンバスのサイズとかフレームレートを決めていくんですけど、今回はとりあえず名前アミティ先生にして、背景白で、キャンバスのサイズはですね、とりあえず 1280×720 のピクセルでやっていきたいと思います。で、その横フレーム数っていうところなんですけど、これはですね、1秒あたりに何コマこう差し込むか、フレームが差し込まれるかっていうのを設定することができます。で、ここで数字を変えていくんですけど、この数字が高くなればなるほどすごく滑らかな絵になります。で、逆にこの数字をですね、1とかにすると1秒あたり1コマしか入ってこないような感じなので、すごくカクカクしたアニメーションになってしまいます。で、今回デフォルトが12で設定されているので、12のフレーム数で始めていきたいと思います。で、キャンバス立ち上げるとこういう画面になっているんですけど、左にツールバーがあります。このツールバーで、ブラシとか消しゴム、あとは投げ縄ツールと塗りつぶし、あとはテキストの項目があります。すごいシンプルですね、この5つしかないです。で、ブラシに関してはここタッチすると、ブラシの種類4種類選べます。鉛筆と筆と、あとボールペンとマーカーになります。で、下のところを見るとですね、ここに四角の枠と、あとプラスボタンがあるんですけど、ここがフレームになりますね。パラパラ漫画でいうコマですね、一個一個のコマを作っていくような感じになります。で、プラスボタンを押すと、どんどんこのコマが増えていくような感じになるし、まあゴミ箱のボタンとかあるので、フレームを削除したり追加したりコピーしたりっていうことをすることができます。で、右下のこのボタンですね、これがレイヤーのボタンになります。レイヤーは他のイラストアプリとかね、よく使ってる人だとわかると思うんですけど、まあ、レイヤーを何個も何個も重ねて絵を描くことによって、複雑な絵とかを、まあ、綺麗に仕上げることができるので、そういった機能もこのフリッパクリップのアプリには搭載されてますね。で、こっからですね、ちょっと絵を描いていきたいと思います。一番最初ちょっとデモで描いてみるので見ておいてください。で、まずですね、このボールペンの色は赤色を取って、適当に下の方に丸を描きます。で、描けたら次プラスボタンですね、このフレームのところプラスボタンを押して新しいフレームを作ります。で、そうすると1つ目のコマに描いたイラストっていうのがこんな感じで半透明で映し出されるので、この状態で2つ目のコマをこうちょっとずらしてね、描いてあげます。で、できたらまたプラスボタンを押して、次3つ目のコマを描きます。で、この要領でこんな感じでどんどんコマを増やしながら、で、オブジェクトをこうちょっとずつね、ずらしながら描いていくんですよ。で、今このサークル上にこのボールがですね、くるくる回ってるようなアニメーションを作りたいので、なんとなくこの楕円をですね、意識しながらずらして描いていくっていうような感じでやってます。
で、まあパラパラ漫画をですね作るような感覚でやっていただければいいと思うんですけど、ちょっとね根気のいる作業ではあります。でも出来上がったらすごいね可愛らしいのができるので、頑張ってねここはちょっと根気強くやってほしいなって思います。でここまでできたら、今左側にこんな感じでフレームがたくさん並んでると思うんですけど、ここ左にこうドラッグしてあげると今まで描いたものが一覧でねこうずらずらずらって見えてくれるので、これだけでもねすごい可愛いんですよ。で左上にあのフレームのナンバーがね振ってあるので、ここで確かめながら描いていってください。で全部できたらですね、この右側に再生ボタンっていうのがあるので、この再生ボタンを押すとこうずっと連鎖でくる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 回って再生してくれるので、これで完成版を確認することができます。あのちょっとやっただけでもねこれぐらいのができるので、すごいね可愛いでしょなのであのちょっとやってみてくださいね。でこっからですね、ちょっとレイヤーもう一個だけ増やして、このボールがですね2個交差して、動いてるような感じにしたいので、レイヤーパネルのところから1つレイヤーを追加してください。で色は黄色を取って、このレイヤー2っていうのがちゃんと追加されてるっていうのをねここ確認してから、ここのレイヤー2のところに書いていきます。で、フレーム一番最初の1のところまで戻して、さっきと同じようにですねこう一個一個フレームをこう切り替えながらですねどんどん書いていく形になります。はい、で出来上がってですね再生ボタンを押してみるとこんな感じですねちょっと失敗しましたね、なんか芋虫みたいな感じになっちゃいましたけどまあこういう感じで2つのオブジェクトを違うレイヤーに変えてそれぞれを動かすっていうことができるので、まあそれも覚えておいてください。でこのレイヤーの機能を使ってですねさっきの土星のアニメーションを作ることができるので、それちょっと作っていきたいと思います。でまずですねこの土星の真ん中の楕円のところかな、この星に当たる部分を紫色で描いていきます。でざっくりかけたらですね次2コマ目のフレームに進んでいくんですけど、さっきと違うところはこの土星の真ん中の星の部分っていうのは2コマ目にも引き継ぎたいんですよね。同じものを使用したくって、このアニメーション通してこの真ん中の紫のところはずっと固定させたいので、これをコピペする必要があります。で、このコピペするときなんですけど、このフレームのところを長押しします。でそうすると上にこんな感じでねいくつか項目が出てきて、まあ、削除とかね追加とかできる項目なんですけど、この中からコピーを選択します。でコピーは右から3番目これですね、これがコピーのボタンです。でこれを押します。でそしたら今コピーされたので、ペーストするときは一番右側これですね、でこれを押すとペーストされます。するとこの2コマ目の、フレームにも全く同じ土星の絵が、コピペされているのがわかると思います。でこの状態で新しいレイヤーを1個上に追加します。でここにですねこの土星の輪っかのくるくる回ってるアニメーションを描いていくので、色はですねエメラルドグリーンぐらいの色を取って描いていきます。でこの土星の周りをですね右上から左下にくるくる回ってるようにしたいので、その楕円の軌道っていうのを一番最初なんとなくイメージしてから描き始めた方が後でうまくいきます。で今ですね2つ目のコマのところから描き始めています。でできたら長押しして、さっきもうコピーしてあるので次ペーストを押すだけで、大丈夫です。で次3コマ目描いていきます。ちょっとねこの光が伸びたような感じでピューって伸びてるような感じで描いてください。でできたら次4コマ目です。長押ししてペースト。
で4コマ目を作って書きます。で次5つ目のコマいきますね、コピーでペーストです。でこの5つ目のコマでこう楕円がこうカーブを描いて手前の方に来るような感じにしたいので、ちょっとこうねクッと角度をつけたような感じで描いてください。でなんとなく描けてきたらですね、この下のフレームのところをドラッグすると今までの経過ですね、どこまでできてるかっていうのを確認することができるので、細かめに確認しながらやってあげた方が綺麗にできます。でコツなんですけど、この土星の輪っかがですね手前の方に回ってきた時にこのサイズを少し大きめに描いてあげると、遠近感が出てよりちょっとリアルな感じになります。手前に来た時に大きくして、向こうに回っていく時に小さくなるように描いていく感じです。はい、でざっくり土星の輪っか描けたので、最後ですね、何もこの緑色が映ってないコマを2つぐらい、コピーして作ってあげると、まあ、向こう側に回っていくって時はですね、この土星の輪っか見えてないので、そのコマをですね2つぐらい作ってあげます。でそうするとこんな感じで、どうですかね、可愛い感じでね作ることができます。でもうちょっとやりたい人はですね、このちっちゃい水玉みたいな感じ、飛び跳ねた玉みたいな感じをこう一個一個付け足していってあげるとよりね面白い表現になっていくので、ちょっと時間ある人はぜひやってみてください。はい、でこんな感じで完成になるので、再生ボタンを押してみます。そうするとこんな感じでね、すごい可愛いでしょ。このねちっちゃい水玉を一個一個つけてあげると、これがね結構意外に効いてきたりするので、細かいディテール書いてあげた方がいいと思います。はい、で最後ですね、書き出しするときにもし音楽とかつけたい人はですね、ここ左下のボタンのところから音楽を追加することができます。皆さんご自身で持っている音楽を追加することもできるし、オーディオライブラリーっていうのがここにあるので、まあ、ここで好きな音楽選択してちょっとねキャッチーな感じで作ってもらっても全然大丈夫です。で書き出しするときはですね、この右上のところからムービーを作成っていうボタンがあるので、これを押して、まあ、動画のサイズだったりとか、あとは形式を選ぶことができます。でまずですね、これ MP4 で書き出して画像をセーブすると、データフォルダーに入っているムービーっていうのは、1回のループしか再生されないんですね。これ MP4 で書き出すとそうなってしまうので、おすすめはですね、GIF アニメーションで書き出しすることをおすすめします。この書き出し項目の中から GIF っていうのが項目があるので、これを選択した状態でムービーを作成で画像保存すると、保存された動画っていうのはこう何回も何回もずっとループしたような状態で保存することができます。でこれが GIF のアニメーションなんですけど、 GIF アニメーションでやると結構キャッチーな感じでね、もうずっと見てられるような感じで作ることができるので、これで保存することをおすすめします。はい、ということでこんな感じで今日は終わりにしたいんですけど、皆さんどうですかね、ちょっとアニメーションやりたくなったんじゃないかなと思います。すごい簡単だし、やってみるとめちゃくちゃハマるので、ぜひね一回やってみてください。で iPad Mate の方ではですね、この土星のアニメーションをもう少しちょっとレベル上げて作る方法を紹介していきたいと思います。であとはですね、他のアニメーションの作り方もちょっといろいろ紹介しているので、もっとアニメーション極めたい人はですね、ぜひ iPad Mate の方も見てみてください。概要欄の方にリンク載っけておきます。
で、そう、 iPad Made 限定のセミナーっていうのもですね、今週末に開催します。12月7日の土曜日ですねに iPad Made 限定で iPad セミナーっていうのを東京で初めてやることになったので、それも興味ある人はぜひ見に来てください。地方の方とか、あとは海外勢の方もいるので、この iPad のセミナーっていうのはライブ中継しようと思ってます。で、このライブはですね、 Facebook ライブで行うので、ぜひですね、 iPad Mate のみんなは12月7日お昼ですね、開けておいてください。すごい面白いことをやりますので楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。この動画が面白かったらぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。